村上もっぽすの村上です。今回は制作中のベッドの下にこの畳すりを取り付けていきたいと思います。今回制作を依頼してきた方はこのベッドを畳の上で使います。そのために畳すりを取り付けます。さらにこのベッドを頻繁に移動するということでしたので R 加工をしてさらに棒図面を取っていきたいと思います。それではヘッドパネル側からビスケットの穴加工をしていきたいと思います。この上下を目安に穴加工をしていきたいと思います。この定規はヘッドパネルと畳すりの寸法からビスケットの位置を割り出したものです。このように定規の隅の線と電動工具のセンターを合わせます。ビスケット20番の寸法に合わせて折り込みします。今度はフットパネル側の折り込みです。ビスケットを差し込みしやすいように穴の角を面取りします。今度は畳すり側にビスケット穴加工用の墨出しをします。畳すりに添え木させてビスケット加工していきます。穴の位置は畳すり幅60ミリのセンターにしています。畳すり側も穴の角を面取りします。ちょっと仮組みしてみます。パネルと畳すりのバランスいいと思います。続いて畳すりの小口側にR 加工の墨出しをしていきます。まず 75R の墨出しをしてその角を 18R で墨出しをします。ちなみにこのペンはある大工さんがインスタグラムで紹介していた呉竹の漫画家っていうペンになります。墨の外側 2、3ミリを胴付きノープで大雑把にまず切ります。それでは電気ベルトサンダーを使って墨出し線のところまで削っていきます。ちなみにこのサンダーは幅100ミリの180番のサンダーになります。
まあまあうまくいったように思います。R 加工が終わりましたので、畳すりの角をトリマを使って 6R の棒図面を取っていきます。サンドペーパーで仕上げます。直径3ミリの皿穴を開けます。吹き付け塗装ですが、ウッドシーラーの後にサンディングシーラーを塗って中研ぎをして、この仕上げ塗装をしています。畳すりの塗装が終わってこのように出来上がりましたので、これからこの畳すりをベッドのパネルに取り付けていきたいと思います。今回このベッドを使用中に畳すりの修理が必要とされることが想定されますので、接着剤は使わずにビスケットとビスのみで取り付けしていきたいと思います。まず取り付けしやすいように合わせる位置の印をつけました。20番のビスケットを打ち込んでいきます。はい、パネルに取り付けます。パネル側にもビス穴を少し揉んで、ステンレスのビスで固定していきます。はい、このように取り付けになりました。はい、これで今回のベッド製作の畳すりの取り付け作業はこれで終了になります。どうもありがとうございました。失礼しました。